で、今日の僕の動画ネタバレになるんですけど、歴史のですよ、歴史のネタバレになるんですけど、この歴史のネタバレがあるとおもろなくなるんか、より面白くなるのかっていう話です。波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本芳です。今日もよろしくお願いします。おす。まあ、かねてから原先生の書く漫画キングダム大好きですねってずっと言い続けてる岡本ですけども、原先生の書くキングダムめちゃくちゃいいですよね。もうね、何回泣かされたか、何回心が震えたかっていう話なんで、まだ読んでない方はですよ、読んでみてください。ゆっくり1巻から70巻ぐらいまでありますけど、ゆっくり読んでください。決して買ってくださいとか僕はそんなこと言わない。友達に借りたのでも全然いい。絶対友達が持ってる。ワンクッションあったら絶対持ってる。自分の友達が持ってなければ自分の友達の友達が持ってるんで、誰か持ってる人だったら貸してもらってって言うたら絶対借りられますんで、商売の邪魔するつもりはありませんけど、読みたいんだったら読んでみてください。きっとですね、人生が変わります。で、そんな僕のキングダム愛をですね、もう原先生のことが大好きなのもあるし、この漫画が好きなのもあるんですけど、中国のこの時代が好きだっていうね、3本目の矢もあるんですよ。で、そんな僕がキングダムを、原先生のこの脚本を気に入ってるわけはですね、歴史をですね大きく曲げない、起こったことはそのまま描いてる。もちろんその間の会話とかってもちろんどこにも残ってないので、先生が思うように A から B、 次に B があったら次に C が起こって、 C の次は D が起こってる。じゃあもしこれ C の次 D が起こらなかったら何が起こうとしてたんやろ、いや E に行こうとしてたけど D になったんよみたいな物語のこの派生するところを上手に作りながら、でも事実は負けずに作っていってますっていうのが、このキングダムっていう漫画なんですね。で、今日の僕の動画ネタバレになるんですけど、歴史のですよ、歴史のネタバレになるんですけど、この歴史のネタバレがあるとおもろなくなるんか、より面白くなるのかっていう話です。例えば歓喜、漫画の中でつい最近亡くなりました。歓喜のその一家はですね、ほぼ全滅に近い形で、亡くなってしまいます。なんですけど、これ歴史のままなんですよ、実は。なんで知ってた、僕ら知ってた、知ってたら泣かなくて済みますかって話、知ってたら感動しないで終わりますか、どうだね、知っててもよりいいんですよ。ああ、こういう死に方さしたんかっていう、その死に方が上手に描かれてですね、まあ、僕らはワクワクドキドキするっていうお話です。で、僕はちゃんと知ってた方がより興奮できるんじゃないかなと思ってる派なので、皆さんにですね、ちょっと今日はこういう話をしてみたいと思ってます。まあ、真の始皇帝のお話です。永世っていうね、真の始皇帝と名乗る人のお話です。じゃあ真の始皇帝と名乗ったんだから、中華を初めて統一した王になったわけです。では中華を統一するってことは、統一する前にいくつかの国があったってことになります。それは戦国七雄と呼ばれている7つの国です。秦って国を除くと6個です。秦という国はですね、残り6つの国をどういうふうに、どういう順番で滅亡させたのかっていうですね、順番の話をしますっていうことですね。いや、そっから先は見たくないっていう方はですね、回れ右へ。で、あ、それ聞いても絶対おもろいね。そうです、面白いんです。これ聞いても面白くなるので、よかったらですね、ぜひ最後まで見てやってください。今日の動画面白かったなと思っていた方、これ前振りが長いですね、今日の動画面白いかなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。いろんな SNS もやってます、よかったら名刀してやってください。そんなわけでですね、秦国は一つ目の国を統一してからたった9年たった9年で中華を統一してしまいます。ではどういうルートなのかっていう話なんですけど、中国があります。で、ここが秦です。皆さんが応援している秦国です。で、蘇です。漢、魏、趙、燕、斉とこうなりますっていう組み合わせになってましてですね、こういうマップになってですね、で、西の端にある国だから東の国を取るってことは急にはできないんですけども、一応こう順にいきます。で、一番最初に滅ぼそうとしてたのは多分趙国なんですよ。趙国を取ろうとしてたんです。漫画の中でもですね、実に盛り上がってる趙国と戦ってる編があるわけですけど、そこで、まあ、歓喜っていう漫画の中大人気の将軍が討ち死にしてしまったわけですけども、そのリベンジってことですね、もう一回攻め込んでますっていうのが今ちょうど、現行の漫画なんですね。で、趙国からやるんですねと、もしくは失敗するんですかみたいな話なんですけど、これ李牧っていうですね、
とっても良い好敵手がいてて、でそこでガチガチにバチバチにやってるんですよ。ですけどこれね失敗します。であまりにもひどい負け方をしたので他の国々にですね舐められるじゃないかというふうに考えた李氏がですね、まあ一番ちっちゃい国からいきますかっていうことでですね、漢っていう、まあ弱小というか最小、まあもともと大きかったんですよ。ですけどちっちゃくなってた国、漢っていう国をですね、攻めます。で、漢っていう国はですね、漢卑氏っていう書物を出してですね、漢の国の王子、王族の子がですね、まあ有名だから知ってるか、性悪説みたいなムニャムニャって話があったんですけども、それを唱えて、これで漢を強くしましょうっていう書物を書いたんですよ。その書物ええやないかって言って気に入ったのは漢の王様ではなくてですね、秦の王様だった。つまり永世だったんですっていう。それ気に入ってですね、それでさらに強国になって、それで漢を攻め滅ぼすというですね、実にこう歴史的には厳しい状況になってしまうんですけど、一番最初に滅びるのは漢っていうこの国です。で、その次が趙。漢が滅びて2年後です。で、魏。で、蘇。ここちょっと意外ですよね。大国蘇、大国蘇って言ってて、皆さんの中で一番最後が秦と楚の戦いになるんじゃないのみたいなことを思われた方たくさんいると思うんですけど、そうはですね、意外に早く滅びます。で、その時に項燕っていうですね、項羽と劉邦で後の漢っていう国を作る劉邦さんの好敵手である項羽さんのですね、先祖に当たる方が項燕さんだと言われてるんですけど、この項燕っていう人に皆さんが大好きな李信、秦ですね、秦と盲点が率いる軍勢がですね、コテンパンにやられてしまいます。コテンパンにやられて帰ってきて、で、王翦が大軍を連れて入っていって、蘇を任す。で、蘇を任した時にもう一回なんとか蘇は頑張らんとかんというところにですね、秦の軍部の最高のポジションにいる昌平君、キングダムの中で、昌平君が蘇に戻って、もともと蘇の、王族なんですよね、彼。で、戻って、もう一回彼が王になって、秦国と戦うんですけど、やっぱり蘇が負けてしまって、蘇が滅びます。で、燕があって、燕が滅びると、6国中5国なくなってるんで、いや、やばい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 って言ってですね、聖の王様が国境に兵を配備するんですけど、まあ間に合わずっていうことですね、サクッと終わってしまいます。で、結構王本がね、活躍するんで、この後、皆さん、かっこいい黄金好きの方はですね、応援してあげてくれたら、見るとこいっぱいあるかなと。最近ちょっとこう、半人になってますみたいなことが多い黄金なんですけど、王翦と黄金はですね、この後も大活躍しますんで、皆さん、ストーリーを知ってて、漫画読むともっと面白いんじゃないかなと思います。まあ、悲惨な最後を遂げる人たちっていうのもいてて、その人たちのお話を、もしご希望があれば、史実ではこんな死に方してるんですよね、みたいなお話ができはします。なので、コメント欄にですね、いや、それも聞いてみたいですっていうのがあれば話します。多分、原先生も描かないんじゃないかなと思うところもあったりするので、皆さんのご希望に応じて、動画にするかどうか決めたいかなと思ってますので、希望があればコメント欄に書いておいてください。ってことで、今日の話はここまでになります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。